石を使用してて鍛えた刀剣について取り上げるこの刀剣の一般名称は未だ決まっておらず、陰鉄刀や隕石の刀などとも呼ばれている。鉄隕石を使用して制作された刀剣は世界各地で見られ、日本では流星刀が知られている。流星刀とは明治時代に榎本武明が刀工、岡吉国胸に鉄隕石を使用して作らせた、 日本刀四振り及びの地に作られた一振りに名付けた章である。榎本は後に作られた一振り以外の経緯をまとめた論文、流星刀記事を発表している。制作されるきっかけとなったのは、榎本武明がロシア大使としてサンクトペテルブルクに赴いていた時期に、ロシア皇帝の秘宝の中に鉄隕石で作られた刀があることに感動し、いつかは自身も 鉄隕石を使用した刀を手にしたいと夢見たことから始まる。白羽銀鉄。国立科学博物館の展示。江本武の力造。1890年、富山県城市川上流において漬物石を探していた発見者の手により採取される。発見地には諸説ある。しかし、その大きさの割に重い石であったため。 調査された結果、陰鉄であるということが、学術的に判明、白萩陰鉄1号と名付けられた。分析には、農商務省地質調査所の近藤愛次郎が当たった。その方を聞いた榎本は、ポケットマネーで、白萩陰鉄1号を購入した。榎本は、東高、岡吉国宗に、鉄隕石を使った日本刀の製作を依頼する。 鉄隕石からは4キログラムほどの鉄がかき取られて使用された。当初、隕鉄を使用して日本刀を製作することが初めてであった国宗は、普通の鉄と比べ柔らかすぎる隕鉄の加工に苦労したとされ、氷川神社に祈願するなどした。苦労を重ねた結果、隕鉄70%に玉鋼30%の分量で混合し、鍛え上げることに成功した。 こうして、陰鉄を使用して鍛えられた、流星島が大小4振り制作され、そのうち、薙刀の一振りは、当時の皇太子に献上された。時に1898年のこととされる残り三振りは、江本の子孫へ伝えられたが、担当一振りは、戦時中に紛失。薙刀一振りは江本が設立に関わった、東京農業大学に、担当一振りは、隕石飛来の地である、 富山市天文台に寄贈、後に富山市科学博物館に収蔵されている。後に作られた担当一振りは2017年に江ノ本のひ孫である江ノ本隆光によって江ノ本にゆかりのある竜宮神社に奉納された。先週大学教授の田口勇が、東工の北ッケサブロの無事に依頼し、鋼を混ぜず、陰鉄のみの原料で製作された陰鉄刀がある。 素材となった原料はアフリカナミビアで発見された基本陰鉄。陰鉄は10%近いニッケルを含み、100万年に約1度の割合で徐々に冷えていくゆえに、地球上では成り上がらない金属組織を有し、折り返し鍛錬は容易ではなく、ホッケも失敗の連続で諦めかけたが、最後に陰鉄が溶解するのを恐れず、思い切って温度を上げたら、やっと北駅した。 炎の色から判断すると、普通の鋼と違い、わずかな温度の違いで、北駅したり、しなかったりするとコメントを残した。人類は、製鉄技術が確立する前には鉄を多く含む、隕石を原料に鉄器を作っていたと考えられており、工程などの検証を行うため、岐阜鏡が原航空宇宙博物館に、石種の投稿が協力し、天鉄刀が三振り製作された。 制作した26代、藤原兼房は、片葉と諸葉の探検も制作している。ありがとうございます。